今のままでいいですよと、今のあなたでいいんですよっていうのが、ありますよね。で一方では今のままではダメだと、ね、今のままでは、今のままの結果しか得られないので、今のままではダメですよと、いう、まあ、意見がある、まあ、意見とそういう考えがあると思うんですけど、じゃあどっちなんだということですよね。でこれはあの、まあ、結論から言うとどっちも大事だと思うんですよ。で、まあ、どっちなんだということではあるんですけれども、ただ今のままではいけないというね、思いも確かに必要なんですよね。じゃないと発展ってないですから、今のままではいけないっていう思いは、持っていながら、でも今のままで完璧であるっていう思いを持つ、これを同居させることが、ね、できないかなって思うんですけど、これできるんですよね。でどういうふうに考えたらいいかっていうと、結局今のままではダメだっていう思いは、自己否定につながる可能性があるんですよ。今のままではダメ、今の自分ではダメだっていうね、今の自分はダメなんだっていう自己否定につながる可能性がある。でも今の自分でいいんだっていう思いもやっぱ持たないといけないわけです。それは何でかっていうと、今現状 100% この満たされていないと、次のいい発展って踏み出さないんですよ。だから、今の自分は完璧である、今の自分の状態は今この瞬間は完璧なんだっていう思いですよね。で今ここまで来た、童貞その過程っていうのは完璧な過程で来てるんですよ。つまり一部一輪の狂いもなく、今の自分がここにいるということですよね。どんな今までそのいろんなこう過去を振り返ってみると、いろんな、選択肢、いろんなこう分かれ道があったと思うんですね。で、しかし今ここに来ている、今ここに自分がいるということは紛れもなく成功してるんですよ。ここにいるという時点でどんな状況であったとしても、成功してるんですね。今のこの瞬間の時点では、だから今この瞬間はやっぱ完璧なんですよ。今の自分をそうやってこう認めてあげることが大事なんですね。そして今のこの自分が完璧であるという部分から、さらに自分は、より発展していけるっていう意識を持つことなんですね。で今の自分じゃダメだと、変わらなきゃダメだと、変わる必要はないんですよ。そうじゃないんですよ。変わる必要はなくて、今の自分をよりレベルアップしていくっていう視点なんですね。今の自分でも完璧なんですけれども、それをさらにより、発展させていけると、発展していくことができると。今の自分っていうのは、完璧であり、今の自分は、そのままでありのままでいいんですけれども、ただ同時に、ここからまた発展していける、より発展していけるんだっていう意識、これでいいと思うんですね。そうすれば、自分は今この瞬間完璧であると同時に、より発展していけるっていう思いを持つことができると思うんですよね。そういう意識だと、ここからいくらでも、伸びていくことができるし、いくらでも発展していくことができるんですよ。ただ自分を、今の自分を否定して変える必要はないということです。今の自分を否定する必要はないということです。まあ、自分を、ね、否定するっていうのはある意味大事なことだっていう方もいらっしゃるんですけれども、それはそれで確かにあのすごく説得力があるし、確かにそうだなという面もあるんですけど、ただ自己否定、自分を責めてしまう、自分はダメなんだって責めてしまう人にとってはこれは苦しいんですよね、自己否定するっていうのは。だから自己否定は僕はしなくていいと思います。自己否定をするんじゃなくて、今の自分が、よりレベルアップしていけるんだっていう、そういう意識を持つこと、これがですねすごく大事だと思いますので、その意識で僕自身はね、あのより今よりももっとレベルアップをしていこうという意識でやっていきたいと思っています。今回はね、以上になります。